あれいやーでもまあもちろんね言ったことは悪かったんでそれはしょうがないとしてそれを除くと大手のメディアに僕恨みを買ってる可能性が非常に高いので。ねえなんか極悪人みたいになってたよねあの時期。うん あとはね面白い人たちに批判されましたね、某お昼の番組の飲酒運転で捕まってる MC がいるんですけど、うん、その人にボロックスっかせ言われたりとか、うん、不思議だなと思って、あの人でも復活してきてね、そういうポジションだよね、そうですね、ご意見番みたいな世の中って不思議だなって思いながら、<laughs> 怖い、なんかすごい雰囲気あるよ楽屋とかにいると、テレビの舞台でしか俺見たことないけど、一緒になったことないけど、すごい、どうやって。 ってますよねテレビのスタジオとかだとテレビってそういうもんですからねタバコバッチバチに吸いながらうわぁみたいな感じですもんね